どうも、はじまきよしろうです。お願いします。投稿するぞ俺は捕まんの投稿しますってね。パッ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 、そういうことすんな。うん、そういうことすんじゃダメだぞ。なんかね、いや投稿って言っても捕まる方とかね、そっちの方じゃないからねみたいな笑いはしちゃダメ。俺がやっていい笑いじゃない。攻めてけ、もっとペペペペペペって、ね、枕叩き始めるってね、どういう情緒してんですかね。まあでもどうせお母さん帰ってくるから、もうほんの数秒しかできないけど、いや動画撮っときたいな、動画撮っときたいな、動画撮っときたいな、動画を撮っときたいよ、撮っとき撮っとき撮っときたいよ。パソコン今立ち、最近パチコンのね、あのファンがね、ファンっていうそのなんだ、扇風機熱を逃がすのが超うるせえんすよ。うっせえうっせえ。大丈夫かな、なんでだろう、なんであんなうるさいんだろう。まあ、まずは動画投稿していきたいと思います。下来たね、来たね、下しとんな。俺は歯磨きをしないのでよ。もう本当歯磨きしなきゃダメだけどね。ダメですけどね、やっぱり歯磨きしなきゃダメですよ。ずっと喋ってるだけで有名になりたいな。好きなこともやりまくればいいんじゃないかな。中途半端に好きなことやっちゃいけないんだよ。全力で好きなことやんなきゃいけないんだよね、人気になるためにやって。好きなことだけじゃダメなんでってね、言ってたね、初めて社長の畑。まあそりゃお前らそんなおもろくないからな。最低だよ本当に。別にあの人たちそんな面白くないからな。高校の時になんかね、あいつはそんな面白くないからな。でも YouTuber ってそういうもんなんだろうな。それが YouTuber なんだろうな。変えていきたい、また好きなことでいきたい。みんなが好きなことで生きていけるね、全力で好きなことをして生きていきたい。全力でやっぱ好きなことしなきゃダメだよね。だから俺も全力で面白いことは喋ることに取り組んでいこう。誰よりも愚直に、愚直にっていうか垂直にっつうか、もうしっかりと向き合っていかなきゃ面白いもの、うん、俺がどんどん面白く喋れるように頑張っていかなきゃならないんだよ。そのためにはやっぱり声のでかさっていうのは結構重要になってくるっつうかさ、パワーが出るわけよ声がでかいと。そっからまず必要いって勢いだの技術だのなんだの今度のね、まあ必要になってくけど、まあそれはおいおい。まあでも本当に真摯に向き合っていきますよ僕は、うん、大きな声でね、ハキハキとマイクが遠いけどね喋っていこうと思うよ俺は。いつかね、好きなことが、好きなことやってね、まあでも好きなことやってるからそいつは報われないんだって、もう幸せなんだもん。でも人気になりたくてなりたくてしょうがないやつは人気にならなきゃ報われないんだからさ。好きなことやれてる時点で幸せだけどね、人気も欲しいっていうのはちょっとね、なんぜな欲出すぎっつうか、欲しがりだよね。欲しがり。よくないよ。ねえ、一匹捕まえてもう一匹捕まえてしたら、手に持ってる一匹逃げちゃったどうすんのって話。一匹持ってたけど二匹目行きたいなって思ったら、あれだなあ、って感じですから、それがお前の面白かってみんな思ってますよね。いやでもちょっと元気にやっていきたいなって思ってね。だからそれ手の動きが俺見えてないの、見えてないんだよねやっぱり。だからもっと映さなきゃいけないのかもしれない、俺の全体をね。全体っつってもやっぱその上半身、うん、股間、もし俺が全裸だったら、あのね、局部がちょっと見えるか見えないかあたりまでみんなに見せなきゃいけないのかも。俺見えてないでしょ、俺の手の動き。いいよ、見なくて。見せなきゃいけないって言ってた人。どういうこと？どういうこと？こういうことでございます。へぇー。なんかデブだからところどころいて、痛いって言うと痛くなるからやめよう。呼吸を整えて、うんちする。やっぱうんちはいいですからね。はーい便、はーい便。やめろ、堂々と替え歌すんのやめな。やめときんしゃい、やめときんしゃい。ストローが、
ムカつくな、うん、紙ストロークソだな。もうポイ捨てするやつがいるからさ、紙ストローにしなきゃいけないんじゃん。ほんと俺だけはプラスチックストローでよくね。ほんとにポイ捨て許さんわ。俺が今こうやって紙ストローでさやりやがって、お前ら覚えとけよ。いや本当にそういう動画になっちゃうからね。いや覚えなくていいですよ、忘れてていい、俺も忘れるから。両方ね、喧嘩両忘却、うん、そんなこと忘れよう、うん、一緒にね歩いていきましょう。うん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 、そうそうそう、本当に意味がわからない、やめた方がいい。やめませんけど、僕は絶対にやめませんけどね。あちゃ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 、そっちじゃない、俺がいつも見てる、見るよ専用チャンネルで動画上げるんじゃなくて、あれですよ、あれ、俺のマイチャンネル、ハズルハズルハズル、こういうので苦情来るからさ、絶対に絶対に来るよ。ハズルマ教室、ツンツンティリティツン、あれ全アカウント切り替えられなくなった。おい俺の声を聞いてくれ、開けて開けてよ、開けてくれよ、おい開けろ。やばい、アカウントもう、なんでそうなんの。俺が何か始めようとしたらこいつらやってくる。だが俺は絶対来るからな、お前らかかってこいよ、ぶっ飛ばしっかんな、お前なあ、かかってこいよ、やれるもんなら。おい、あ、じゃあめっちゃ消えちゃう、不調だな最近。かかってこい、潰せるもんならやってみろ。思いっきり潰されました、いました、プレッシングプレス、そういうので本当に潰しにくんのやめてほしいな。こんなに俺は YouTube 好きでねやってるのに、潰すのはやめてほしいな。潰すのはね、ちょっと違うでしょねえ。全然アカウント切り替えられない、どういうこと。なんでそのさ、オチがないのよ、そういうことさ、見切り発車、爆発のようなボケをすんの、やめろ。その先がないんだよ、爆発しておしまい、ボケでおしまい、オチはなし。なんかね、うまいこと言ってるようで何も言えてない人だね。いやマジでアカウント切り替えできない。もうマリオデッセイでバイク乗ってよ、マリオが、それをねガシャガシャに操作しとこう。あーなんか、なんでなんでよ、もうどういうこと、どういうこと。魂を持ってね押せやね、いいんですよ。ちょっと待てよ、あれ、え、マジで切り替えできない、嫌がらせじゃん。おい、え、全然できない。一回ログアウトするか。くっそ気持ち悪いな。超俺ブチギレ。ブチギレギンギン丸。キモ。あ、ダメだ。全然入れねえ。一応できた。セフセフユニセフユニセフ、うるさ、やめとき。アゾノのマーゼンマン、ザフーですね。
なんか動画アップロードベータ版ダメなんだよな、しょぼかった、動画全然上げれなかったからひどいなって思った。よいしょ、羽島清志郎のものすごい面白い雑談14、タイトルなんか変える？羽島清志郎の雑談、ものすんごく面白いに変えるか悪い方向に行ってないか、ものすんごーい、すんごーく、ものすんごく面白い雑談14、ものすんごく面白い雑談14にします。これから俺の動画ものすんごく、ものすんごく、すんごく面白いね、羽島清志郎の超羽島清志郎、怖っ、何言ってんのあなた、羽島清志郎のものすんごく面白い雑談、やっぱ自分を追い詰めてるわけよこれは。悲しくなってきた。これちょっと自分で面白いとか言うのよくないけど言うよ、もとてつもなく面白い、ものものすんごく面白い雑談、羽島清志郎のものすんごく面白いフィーバー、羽島清志郎、羽島フィーバー清志郎の、嘘つくのはよくないよ、羽島フィーバー清志郎って、もう派手にしていくか、タイトルちょっと次のなんか動画のタイトルすんごい派手にします。あーなんか変えなきゃな、このくるくるくんをさ、シャララン、ラ歌を歌います、歌っていいですか、ダメです、ダメです、でんは人間ランドか。羽島清志郎のものすごく面白い雑談でした。あ違う、あの動画をねあれするから、あのドロップボックスでねってやるんで一回やめます。